ベラネとは、モンテネグロにある都市。かつては、イヴァングラードと称していた。ベラネは中世、ブディミラとして知られていた。中世のセルビア人国から主家の主要都市となり、1219年に、沢が、セルビア人の土地で初となる主教を座を置き、12世紀末には、この地には、ジュルジェビストゥポビ修道院が設立された。 修道院には7人の主教と9人の不主教がおり、聖堂内には文学と美術を学べる環境があった。その後も多くの聖堂が建立され、宗教的な重要拠点となっていった。しかし、その後350年以上にわたり、大主教位は空位の状態が続いた。また、この地域に2番目にできた聖堂は1738年に、 オスマン帝国により破壊されている。1455年まで、現在のベラネに相当する領域は、セルビア人国家の領域に止まっていたが、この年に、オスマン帝国が同地を侵略し、ビホルと共に帝国に吸収された。その後、17世紀半ばまでは、ベラネ周辺の谷は、セルビア人が居住していたが、基金の発生により、セルビア人はこの地を去った。 そして、オスマン帝国はムスリムに対して一体の土地を分配した。1804年から始まった第一次セルビア放棄で、ジョルジェ・ペトロビチが、ノビパザルで放棄を始めた後に、この地に残っていた、正教会信者も放棄を始めた。その後も度重なる抵抗により、最終的に1862年4月7日、ルデスの戦いで、 セルビア・モンテネグロ連合軍が勝利すると、オスマン帝国はこの地から撤退し、1912年に自由を得た。第二次世界大戦の中途、ユーゴスラビアのパルチザンとチェトニックによる激戦が行われ、1944年から翌1945年にかけて4000人もの死者を出した。 戦後の1949年7月から1992年3月まで、町の名前は、イヴァングラードとなっていたが、1992年に、ベラネの名に戻された。風景この地域における文化は、セルビア大主教の影響を伝統的に受けており、セルビア人の残した祖先等も見つかっており、昨今ではだんだんと多くの学術組織がこの地の、 文化を扱うようになってきている。また、ミハイロ・ラリッチや、ドゥシャン・コスティッチ、ラドバン・ゾ・ゴビッチ等の文筆家も排出しているほか、ヨバン・ゾ・ニッチ、ミショ・ポポビッチ等の画家も排出している。13の小学校と4の中等学校、一つの音楽学校がベラネには、あるほか、4つの高等教育機関があり、それぞれ交通及び、コミュニケーション、教員養成、医療、 コンピュータを教えている。また、科学の研究機関はないものの、ベラネは多くの科学者の卵を排出している。ベラネは、ユーゴスラビア紛争による経済混乱から数多くの企業が倒産し、モンテネグロ国内でも有数の貧しい都市となった。 1960年代から1970年代にかけて産業化が進んだ時に農業から製造業への転換が図られたがその後の経済混乱により製造業が低迷し厳しい状況に陥っている付加価値を賛成している企業はわずかにとどまりこれらの工場の労働者には保険がかけられておらず地域への貢献度は低い現在の市内の雇用人数は 約3000人に止まっている。グラツキスタディオンハンドボールチームの RK ベラネを、はじめとし、卓球の STK ブディム、サッカーの FK ベラネ、バスケットボールの KK リム、ボクシングのバチオキング、BK ラドニシュキベラネ等のチームがある。また市内にある、グラツキスタディオンは1万1000人を収容でき、モンテネグロ国内で2番目に大きい競技場である。 大通り市中心部の人口、自然域の人口、民族分布、民族分布ベラネには2車線道路が通っており、35km 先には B エロポリエがあり、そこを経由して、ポドゴリツァ、セルビアやアドリア海へと向かうことができる。また、市内にあるベラネ空港は現在使用されていないものの、修復して、地域空港として活用する計画がある。 現在空路を使うためには、ポドゴリサ空港を利用する必要がある。ありがとうございます。